はい、ピースケです。サックスペやっていきます。ということで、ガッチャ解説いきたいと思います。はい。育成応援ですね。はい。コスパが、運が良ければ高いという、まあ結構ギャンブルガチャになってます。はい。で、3回のみ引けて、200個で、まあ石も安く、まあ PSR 自体が、3回、いつもだとね、まあ3、4、5、重い時は6、7とか、なってくると思うんですけど、まあ、このガチャの場合は全部出ますよっていう、はい、感じなので、はい、まあ、その分ちょっと狙ったキャラは出にくいですよっていう、はい、内容になってます。はい、まあ、未所持が多いほどお得なキャラかなっていうガチャかなっていう感じでございます。はい、で、まあ、厳選メンバーこんな感じで、でも逃走環境になるとちょっとね、花丸がまだ本気じゃない、まあって言い、そんなことないよと思う方もいるかもしれないですけど、ちょっと多分本なんかね、いないキャラが結構いて、コラボとかでコラボキャラが結構強かった高校だったんですけど、なんかそういうのでちょっとなんかキャラ足りない感じがするなっていう、まあ俺のね、あのやってる感じであるんですけどっていうのがあって、桐朔学園がめちゃくちゃ強い、あの投手も野手もどっちも強い高校なんですけど、はい、で金徳も選択肢増えてるっていうところがあって、二次徳をちょっと狙いやすくなってるのかな、数は多分変わってないんですけど、うん、っていうところで、まあ、覇権を握るだろうと、夏、まあ、エジプトまでかな、うん、エジプトまでなので、まあ、年末ぐらいまで、楽しめる。ピッチャーの方はエビル強化が秋に来るので10月前ぐらいかな、はい、でおそらく鬼滅の刃の時にもうぽっかり空いちゃってるので円卓強化やるのかなって、まあ、天空が間に挟まったみたいな感じでやるのかなっていうところになってると思います。はい、ってところで夏以降ですね、もうアスレのキャラはもう省いていく感じになるんですけど、なので当たりがゼンザイ、キリル、前置き長くなったけどね、ゼンザイ、キリルのみかな、ギリギリフッキーかなって感じだと思います。はい、花丸やるのでね、フッキー、ゼンザイ、キリルで、ゼンザイ覚醒するとめちゃくちゃ強いので、あの打撃走塁になるのと覚醒のテーブル強化のおかげで、めちゃくちゃバランスのいい、あの闘争学園でめちゃくちゃハマるキャラになるのでめっちゃ強いです。まあ、あとレンちゃんかな、レンちゃんはただもうスワノがいるので、どちらかといえばスワノを使った方が、まあ単純に使う場合金徳取れないので、レンちゃんの場合はピッチャーの場合は金縛り取る選択肢あるんですけど、うん、っていうところで野手の場合はもうスワノ一択かなっていう、はい、感じがしちゃいますので、まあ、もしかしたら手持ちの関係で上限とかの組み合わせが足りないとかでレンちゃん入れた方がいい人もいるかもしれないんですけど、はい、まあ、基本的にはそんな感じになっております。はい、なのであんまりいないんだよね。まあ、あとは円卓で使いそうなのが、まあ縦橋ぐらいかなっていう、はい、感じですかね。縦橋カミラとかはまあ投手校になる可能性もあるのでちょっとなんとも言えないんですけど、野手だった場合縦橋カミラとかは、まあ、ギミック的にはハマる気がするんですけど、多分ね使えるキャラ限られてくる、12人のあれがいるのでっていうところでなかなか当たりがいません。はい、長くなっちゃったけど、まあ、キリルかな、唯一当たりが、どうしても絶対使うっていうキャラはキリル1人なので、なかなかねえぐいガチャ持ってきたなって感じだと思います。はい、で、まあ、パワプロの日も近いと、はい、パワプロの日近くて、まあ、おそらく8月も月これ変わったぐらいで、多分来ちゃいます。あのアマネとかがアンコもかアマネアンコ早かったので8月頭に来てたので、石沢演武ですね、今年は、826のキャラが、ピエロちゃんなんですけど、ピエロくんか、はい、もう来るので基本的にはスルーしたいなっていう、はい、感じになってます。うん、あの確率うんぬん考えても、で826で多分キリルとか、まあ、縦足も入ってくるのかな、まあ、スワノ、ピンク、ドモン、この辺はもう一回来ると思うんだよね。
おそらく。おそらくっていうか、うん、じゃないとキャラいないような気がするんで、あの、誰ピックアップするんだみたいな感じになってくると思うので、もう一回ぐらい、まあ、キリルだけは確実に来るような、キリル、スワノあたりは来るような気がするんで、ね、まあ、スワノなんかもう本当、あの、こすり倒してるキャラなので、はい。まあ、そうですね。基本的にはスルーしたいかなっていう、はい、感じになっています。はい。で、まあ、こっちをできるだけ、引いとく方が、まあ、来年楽しいかなっていう感じが個人的にはしております。で、まあ、結局虎杖伏黒くんに関して、まあ、五条さんもピッチャー桃鉄から強いんですけど、結局虎杖伏黒くんがしらす入ったことによって、PC なんか8とか9いってんのかな、なんかだいぶ本当に上手い人はそんぐらいまでいっちゃってるので、うん、無限指導2人デッキみたいな感じで、まあ、そこに五条さん入ってるパターンもあるのか、はい、なのでこの3体に関してはもうマジで強いので、うん、できるだけ、まあ、終わる前に、引ける人は引いといた方がいいかなっていう、はい、印象で、こいつらはまた、今回引かなくてもまた来るキャラなので、うん、そんな感じがいいと思います。まあ、結局ね、こうやって何度も何度も出てくるキャラの方が、俺は結構ね、ガチャ引かされてるんじゃないかなっていうイメージもあるので、うん、引くタイミングはね、結構選んでいいキャラかなっていう思うんで、うん、できる限りこの辺を、引いておくことを、個人的にはおすすめしたいと思います。はい、って感じです。で、まあ、逃走なので、まあ、あと五条さんが、どうなるかって感じかな。通力がね、通力で合ってるよね。うん。が、どんだけ高いか次第では全然入っていける。性能じ、あ、でもどうなんだろうな。得意練習別に強くないかなって感じではあるので。そこはちょっとなんとも言えない。まあ、投手の方とかが結構使えるかもしれないので。うん。まあ、その辺はちょっと楽しみに、こっちしていきたいかな。まあ、二刀流が基本的に強いので。まあ、二刀流というかタックが強いキャラですね、はい、で二刀流は鍛錬の、タック性能になっていることがほとんどなので、ほとんどというかそりゃそうだよね、鍛錬なわけだから、もともと鍛錬のやつが、鍛錬の性能のままにあのダブル得意練習になるっていう感じなので、まあ、かぶってなければね、だいぶあの風投げみたいなダメなんですけど、コントロールが打撃に変わっちゃうので結局1個じゃんみたいな、はい、感じになっちゃうので、まあ、そういうやつは使えないんですけどすいません、はい、っていうところですね、うん、なので、まあこっちにシフトしていく、投手も野手もねシフトしていく感じがいいかなっていうふうには、はい、思っております。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では皆さん、ピースの日常を過ごしてください。バイバイ。